皆様新年明けましておめでとうございます。お正月ということで今回は我が家のお雑煮を紹介したいと思います。でまず昆布からお出汁を取ってます。柚子を彩りで入れていくんですが、今回はですね友達が、自分のお庭で採れたんだよっていうので家に送ってくれたんですね。ゆうパックに直接柚子が入ってました。これ送れるんだってちょっとびっくりしましたが、すごくいい香りがしました。毎回必ず柚子を入れるっていうこだわりが特にあるわけではないんですが、あるとすごくいい香りがするし、すごく綺麗なのであれば入れてみてください。こういう時ね、最後まで入れちゃうんですね。これも一応形を揃えて後で盛り付けをしたいので、なるべくお鍋に入る範囲でギリギリまで切らずに青菜を茹でています。だしを一から取るとお部屋の中がすごくいい匂いがするんですね。たまにはやっぱりやった方がいいなって思います。余ったおだしはこのあと白菜とか豚肉とかネギを入れてお蕎麦のおつゆにしました。腰に山さんが今この足元にね、ずっと犬がスタンバってます。実は二郎もそうなんだけど、みんなちょっとこのちょっとした包丁の音とかちょっとした箸の音、フォークの音、お皿のカチャカチャっていう音ですっ飛んでくるんですよね。なんかいい匂いするとか、なんかもらえるんじゃないのかとか、ワンちゃん狙ってるわけですね。冷蔵庫の上にある段ボール、私今気づいたんだけど、なんかずっと置きっぱなしに何かされてますね。ちょっと早々片付けたいと思います。特に分量が決まってないんです。
さて、お餅を焼いていきたいと思います。こちらも今日は少しひと手間をということで、炭を使って焼いていきたいと思います。この焚き付けの木は、大和と次郎の散歩の時に公園で、拾っています。見たくなってきたんだね。はい、次郎もね、なんかやってると気になってきちゃうの可愛いですね。次郎もいる。次郎、煙たくなってきた。ちょっとウッドデッキの方が、ちょっとね、灰が散っちゃって、薪ストーブで使った灰を、ふるいをかけて取っておくんですけど、それがちょっと風で飛びまくっちゃって、気になる方もいらっしゃるかと思うんですが、こういう時もあるよっていうことで、では差し目で見てください。次郎は奥で私のあげた枝をガジガジしています。次郎も散歩してて、私がちょっとこう落ちた枝を集めてたりすると、自分も欲しいっていうので、こうやってガジガジして遊ぶんですね。それがすごい可愛いです。炭を起こしてるとすごくあったかいんですね。あとね、これ扇子ピント全然合ってないけど、実はこれ花咲舞が黙ってないっていうドラマでみんなで使うために作った扇子です。もちもち網とお餅を持ってきますけど、ね、食べ物の雰囲気に敏感に察知する大和。でもね、これね、お米とかね、風に食べないのにね、なんか気になるよね。不安になってやりすぎちゃうやつで、どんどん炭を投入していった結果、熱の逃げどころがないという、ね、多分何度も何度もひっくり返さないと多分どんどん焦げちゃうんですよね。ちょっとね、炭置かない部分作っとけばそこでお餅が休憩できたんだけど、結局くる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 ひっくり返し続けています。映える感じでどうにかぷくっとしてほしいという気持ちを込めて十字に切れ込みを入れて、いいねっていう。もうちょいで結構いけてるんじゃないかな。あ、1、2、3、はい、セーフです。こういうこともね、ありますよ。これをお雑煮にポイと。
れシンプルすぎて皆さんすぐ作れちゃうんじゃないかなっていうぐらい、もう醤油、だし、小松菜、鶏、以上です。これもお餅なかったら、まあおつゆとしても飲めるし、ちょっとおそうめんとかうどん入れても美味しいですよ。できました。皆さんよかったらぜひ作ってみてください。先ほど、元気いっぱいのお餅は、私が責任をと思って磯辺焼きにしていただきました。こんな感じのチャンネルですが、今年も頑張って、更新していきたいと思います。今年もよろしくお願いします。さて、まだ、続きがあるから、ちょっとそのまま待っててください。おまけ、これもね、絶対作ってほしい、絶対に美味しい、保証します。これは朝ごはんとかに大人気メニューなんです。子供たち平気で2つぐらい。しました。最後醤油をジュッとかけます。本当にね、美味しいです。保証します。